1912年4月17日の日食は、1912年4月17日に観測された日食である。種類は、近間回帰日食であり、ベネズエラ、ブラジル、イギリス領ガイアナ、オランダ領ギアナ、ポルトガル領マデーラ諸島、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア帝国で近間日食が観測され、ポルトガル、スペインで、 海気日食が観測され、大西洋中北部の両岸からユーラシア大陸中西部までの範囲で部分日食が観測された。この日食の金管海域帯は最初金管食であり、途中で海気食に変わり、最後再び金管食に変わった。最初の金管帯が通過したのはベネズエラ南東とブラジル最北端の国境地帯の小さい部分、イギリス領がアエアナ。 オランダ領ギアナ北西部、ポルトガル領マデーラ諸島のポルトサント島東端で、途中の海域帯が通過したのは、ポルトガル北部とスペイン北西部で、最後の金管帯が通過したのは、フランス北部、ベルギー、オランダ南東部、ドイツ帝国北部、ロシア帝国だった。また、海域日食と金管日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アメリカ大陸東部、 ヨーロッパ全部、アフリカ西部と北部、アジア中西部だった。パリ天問題が気球で空中から観測した、回帰日食1912年4月21日付のフランス新聞、ルプチジュルナルのカバー・ウジェーヌ・アジェがパリで撮った写真金管回帰日食は普通、月の本影のシャドウコーンの先端が地球表面に非常に近いため、回帰食、または 金管色のどちらかが見える地域から見ても、月と太陽の外周は非常に近い。月面の円にある凹凸の山のため、普通の海帰日食より多いベイリービーズが見え、この日食は地球の大きさと形と月面の外周の山を測定した良い機械だった。科学者はヨーロッパで100メートルごとに1人を配置し、本影の境界線の位置を測定した。 後で発生したこの日食と同様に137番のサロス周期系列に属する1930年4月28日の近間回帰日食の時科学者はアメリカのカリフォルニア州キャンプトンビル付近で似たような観測をしたその後の同じサロス周期系列に属する1948年5月9日と1966年5月20日の 金管日食も食分がかなり一に近く似たような観測条件があり、科学者は日本霊文島、ギリシャとトルコでそれぞれを観測した。1925年1月24日の回帰日食もニューヨークでそのような観測があり、ただし137番サロス周期に属していなく、食分も一よりかなり大きかった。 1912年5月1日付のブラジル雑誌、ブラジルポルトガルまた、1912年5月1日付のブラジル雑誌、ブラジルポルトガルは、部分日食の写真のもとで簡単な写説が添付されていた。その瞬間、上のすべてを支配する数学的規則性と最も古い科学である。 天文学の著しい成果が満足されたことがわかる。特進の信者は、この事実と科学計算がいかに正確であることを指摘しているが、他の信者は、我々の把握できることがまだ一握りに過ぎないと思い、想像主がない設定を想像できず、科学に敬意を払いながら引き続き神の前にひざまずいている。読者は誰でも見えるこれらの写真を通じて、 この現象がいかに人々の興味を引いたことが判断できる。賢者と無心論者、貴族と庶民、女性と男性、誰も地上の問題に注意を払わず、しばらくの間、良い機会でも悪い機会でも上に起こっていることを観察した。政治すら一瞬の休息をとった。この日食はタイタニック客船事故後わずか3日で、金管海域体が通過したヨーロッパと、 アメリカ大陸も客船の出発地と目的地でありタイタニック日食とも呼ばれる。ありがとうございます。